ゲリラガーデニング。ゲリラガーデニングとは、町の放置された空き地に許可を得ず草花を植え、花であふれる場所に変えること。今ロンドンで注目の新しい園芸スタイルだ。その試みはロンドンに住む一人の男の挑戦から始まった。リチャード・レイノルズさん、植物をこよなく愛するゲリラガーデニングの第一人者だ。こんにちは。ハロー。今ここで何をされてるんですか？庭の掃除だよ。僕が初めて作った庭なんだ。ここは14年前彼が初めて作ったゲリラガーデン。場所は自宅マンションに面した歩道。ここはもう勝手に入って勝手に植えてメンテナンスしてるんですか？そうだよ。引っ越してきた時荒れ放題のプランターにびっくりしてね。マンションには庭がないし、子供の時からガーデニングが好きだった僕には耐えられなかったんだ。荒れた場所にはゴミが捨てられ治安も悪くなる。一向に改善されない状況に耐えかねて、彼は一人でゲリラガーデニングを始めたのだ。リチャードさんのゲリラは街中にも。そう、詳しいね。もともとここにあったのはこの木だけ。だからその周りに小さなローズマリーを植えたんだ。まあ日本でもローズマリーよくあるんですけど、ローズマリーの成長がすごく早いので、こうやってもうね伸びてきてる感じですよね。緑がないところに緑を増やしていこうっていう感じはすごくわかります。ゲリラガーデニングがなんかこれを見て伝わる気がしますね。でも庭師村雨、気になるのが、でもこれって自分の土地じゃないじゃないですか、なんかトラブルにはならないんですか？そうだね、yes. そうだね、初めはね。警察にも声をかけられた。でも庭をきれいにしたいんだって言うとみんな理解してくれたんだ。ただ純粋に緑を増やしたい、たった一人で始めたリチャードさんの挑戦は思わぬ反響を呼んだ。ゲリラガーデニングを始めた時ブログも始めたんだ。そしたらそれを見たたくさんの人から参加したいって連絡が殺到したんだ。彼の小さな挑戦は話題になり仲間が増え、ゲリラガーデニングはロンドンに広まった。今やイギリスでは愛されるゲリラとして人々に認められつつある。なんか寂しいとこ見るといじりたくなるの、すごいわかります。嬉しいね。君もゲリラガーデナーだね。